皆さんこんにちは。今回は、私がね個人的に今すごくね好きなあのアイドルがいるんですけれども、そのアイドルの、コラボをしたコスメラインっていうんですかね、そちらをねご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。もう私アイドルって言ってもまあ、K-POP アイドルですね。まあ、昔からなんかこう順番にこう、ハマっていたりもしてるんですけれども、今その中の一つで、ちょっとこれは正式な写真ではないんですけれども、 IZONE というね、グループがいまして、まあ知ってる方も多いと思いますけれども、まあ、今回はちょっと日韓、日本人の、子たちと韓国の女の子たちで、まあ、オーディション番組から作られた、グループになっています。でこれは Q10 でお買い物をした時に、まあ、結構いくつか買ったので、おまけとして、まあ、こういう非公式ではあるんですけれども、ポストカードとかシールとかですね、ステッカーなどこんな感じでこうたくさんおまけでいただいたものになります。でそのブランドっていうのが、こちらもね今回そのなんかノベルティーかなんかでもらったんですけれども、このカラーグラムトックっていう、名前のブランドになります。でこのブランド自体私全然知らなくって、最近のブランドなのか前からあったのかもわからないんですが、今回ねこの IZONE が、まあ、広告になったっていうのをきっかけに知りました。こんな感じでね、すごくシンプルなパッケージ でこういうカラーグラムトックっていうこのロゴがね全部こうホログラム仕様になっていて、で箱とかもねこんな感じのこうシルバーのすごくスッキリした箱になっていて、コスメ自体もこんな感じですごくシンプルです。で今回のねアイテムが結構いろいろ出たんですけれども、チークだけ買わなかったかな、まあ、それ以外のアイテムで揃えてみました。まず一つ目はこちらのですね、これが一番出た中で私はこう好きなというか絶対にいいなと思ったのが、こちらの、ミルクブリングシャドウという、グリッターのリキッドアイシャドウですね。こちらはねこんな感じの箱に入っています。で2色出ていましたので2色とも選んでみました。早速ねもうちょっと色を見ていこうかなと思いますが、まずはこちらの7番の方ですね。こんな感じの、すごい綺麗です。ベースにベージュのパール、結構明るめのベースに、ホログラムグリッターが、こう多色のグリッターですね、がたくさん入っています。で、もう一色のね、この9番の方ですね。9番の方はこんな感じの、ラベンダー寄りの可愛いペールピンクのパールのベースに、こちらも同じようなホログラムグリッターがたくさん入ったものになっています。私今までね、リキッドグリッターすごく好きなので、いろいろ買って使ってきていますが、この2色はもう鉄板で絶対使いやすいなって、もう、見ただけでわかります。これはもう2色買いは絶対した方がいいかなっていうぐらい可愛いですね。そして次のアイテムが、こちらです。アイシャドウパレットも2色出ていまして、私はこちらのちょっとピンク系というか、ローズ系というか、そっちの方を選びました。もう1色はね、ブラウンで統一されたパレットになっています。ヒットパンアイパレットというものです。こちらがこんな感じの6色入ったパレットで、ちょっとこう透け感が、つや消しの感じである感じですね。すごくシンプルで。いいデザインだと思います。こんな感じの色になっています。はい、6色塗ってみました。こんな感じです。上の段からこんな感じで順番に塗ってみました。まあ、マットのカラーも比較的付きはいいかなという感じです。ちょっと粉っぽい感じは若干ありますけれども、特にこのね3色目のこのモーブカラーっていうんですか、これすごく好きですね。可愛いですね。あとはまあコーラルピンクで、こちらが、まあ、ベージュオレンジっていう感じです。で、下の段が、このグリッターのね、ここのカラーなんですけど、これがすごく塗ってみると、ブルーとグリーンのグリッターが入った、面白い発色です。あまりこう、ベージュ味はほとんどこう、つかない感じです。で、あとこの、まあ、ピンクベージュとブラウンのカラーで、まあ、この6色はすごく、統一感が取れて、使いやすい色合いになっているかなと思います。さっきのね、グリッターと合わせて使っても可愛いんじゃないかなと思います。リップがね、こんな感じで2種類買いました。で、実はもう1種類マットタイプの、ティントもあったんですけど、ちょっとテクスチャーが私苦手なので、今回は、まあ、ベルベットタイプと、ツヤタイプっていう感じのもので2色ずつ選びました。
パッケージがね似ているのですごく分かりづらいんですけれども、こちらが箱はねこういう感じで、グローポップティントというものです。まあ、この名前の通りグローなのでこう輝き、ツヤがあるタイプですね。で、私はこの4番と5番ですね、グロータイプは4番と5番を選びました。まあ、こんな感じでそんなにもともと背丈があるパッケージではないので、アプリケーターも結構短めで使いやすそうですね。で、こちらの4番のカラーがめっちゃ可愛いですね。このツヤツヤっとした感じもいいですし、色味もね、これはちょっと赤みのあるオレンジカラーですかね。でも鮮やかさがそんなにこうきつくなくて、柿色みたいな感じですごく可愛いです。で、香りはね、やっぱりこれもしますね。うん、フルーツっぽい桃みたいな香りがします。で、もう一色はね、この5番のカラーですね。こちらが、はい、これもいいですね。はい、こんな感じで、これはもうブラウンベージュっていう感じの色です。このコスメラインすごくね、全体的にこう可愛い感じになるかなと思いきや、実はこういう選ぶ色によっては、この2色ともそうなんですけど、すごく落ち着いた、もう大人のね、女性が使っていても、遜色がないというか、全然こう浮いたりしない感じの色合いで、少し安心しました。そしてもう一つがね、こちらです。このね、箱に、サンダーボルトティントムースという商品になります。サンダーボルトってすごい名前ですが、で、こちらの5番と6番です。塗ってみると、はい。こんな感じです。なんか塗り心地は先ほどのグロータイプとあんまり変わらないかなっていう感じの、ツヤ感もツヤツヤにあるし、ムースって言われるほど、こうふわふわ感はそんなに感じないかも。あ、でもまあ、なんだろうな。透明感っていうんですか、シアー感、透け感が、多分こっちの方が、ちょっとこう曇った感じがあるかなっていう。そこがまあ、ムースなのかな。まあ、時間が経てばもうちょっと、ツヤも落ち着いてくるのかもしれないです。で、この色は、すごくね、可愛い、いちごミルクみたいな感じの、すごく可愛らしいピンクカラーですね。で、もう一つのこちらが6番。ですね、6番のカラーが、はい、これはねベージュですね。めちゃくちゃ使いやすい色味です。韓国コスメのねティントって最近もいろいろ買ったのでたくさん見てるんですけど、このカラーグラムトックのティント、この4色めちゃくちゃいい色です。もちろんね、もうちょっとビビッドな赤とかオレンジとかもラインナップにありますけど、なるべく使いやすい色で、持っていない色だったらいいなと思って選んだので、これは結構大成功かなと思います。はい。ということで今回は、アイズワンが広告を担当しているカラーグラムトックをご紹介いたしました。今回はね、単純にこのアイズワンから入り口になって、私は知ったブランドになるんですけど、コスメ自体全然思ったよりも予想以上にすごくラインナップも良くって、特にティントの色味なんかはめちゃくちゃいいものが手に入ったかなと思いました。もちろんアイズワンのファンの方もそうなんですけど、普通に韓国コスメのいいブランドとして、いいコスメとして、ぜひね気になった方は使ってみていただけるといいなと思います。今回はね、ほとんど9点で購入したんですけれども、一部はビューティーコリアさんから送っていただいたものもありますので、まあ、そのあたりのリンクはすべて概要欄に記載しておきますので、こちらからぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。